Okay, there's a shop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 . It's gotta be Market Street. I mean, where else would it be? I got a quest to turn in as well, apparently. I think it's only. It's not Skeleton Generals, was it? I can't remember where it was. Just Skeleton Warriors? Ah, God. There's a shop at. Aww. Just a little market stall. In the shop, thanks. So is that probably where I want them? But yep. Wait, she upgrading the beginner quarter, or is it? Yeah, Blackwing. Blackwing. Hello, Bella. Seeing this is fine. Anything would give them to get the inspiration to play the game a lot more. But yeah. Did she put him back in my machine? No, she didn't, so it's still in my. Welcome. Yep. Yeah. Liz Van Der Peers. So, just Persona was. Yeah. So now you can access it just basically from any time you want from here. Yeah. Okay, so what. As in, I want to talk. I'll do that and then I'll start recording again. Because I don't think people will want to see this. If you do. Oh, Kigu da ne. Ah, kore kara nani shiyou kana tte omotte. Dattara issho ni Premia-chan no quest o sagashi ni ikanai? 実はあの光る石に関係してそうな場所。本当か？石を祀る洞窟って書いて石碑の洞窟という。石を祀るか。確かに。よし、その洞窟に行ってみようか。じゃあプレミアちゃんを探さないと。ごきげんよう。もうちょうどいいところに。で、挨拶ですが。驚かれたということは、いや、おかしくないよ。誰かが言っているのを聞いて覚えてきたのかな。かもしれない。二人は何をしていたんですか。ちょうどプレミアの話をしてたんだよ。君の用事を手伝おう。この前みたいにみんなでお出かけしましょう。ええ、よろしくてよ。だから、今のはちょっとおかしかったかな。そうですか。ではやめておきます。さあ、それじゃあ向かおうか。うん、そうだね。って、あれ？ん？どうし？ねえ、プレミアちゃんの HP ゲージ。ん？普通に満タンだぞ。そうじゃなくて、名前。名前？名前がある。どうかしましたか？ううん、なんでもないよ。プレミアってしっかり表示されているのは。そういえばこの前聞かれたの。プレミアというのは、もしかするとプレミアという名前を本人が受け入れたことで。名前を受け入れた。まああくまで推測だけど。そっか、そうだと嬉しいな。さっきから私を見続けていますが。おかしいことなんてないよ。さ、はい。名前を受け入れるか。What happened, Mom?本当にそうだとしたら、
NPC としての設定が何もないプレミアバグ。二人とも準備は OK か？いつでも大丈夫です。特に準備することもありませんので。こっちも OK。 ちゃんとみんなの分のお弁当も持ってきたよ。おお、さすが。以前のお弁当が思い出されます。つまり早くいい場所。よし、それじゃ Cutscenes continue. That's what I'm gonna name this episode.目的地まであとどれくらいだっけ？じゃあもうちょっと進んだところでお弁当にしようか。あ、ちょうど腹が減ってきていたんだ。プレミアちゃんももう少しだけ我慢。ちょっとプレミアちゃん。あ、クエストマーク発生範囲にたどり着いたか。Something seems amiss on the left. What the heck? でも目的地までまだ距離があるのに随分範囲が広くない？お願いがあります。うん、行ってみて。連れて行ってほしいところがあります。ああ、もちろん。俺たちが連れて行ってあげるよ。カーソルが変わった。クエストが受諾できたみたい。大丈夫か？どうかしたの？いえ、大丈夫です。クエストが発生した影響か何かかな。かもな。それより受けた内容をログで確認。これだ。神木の加護を受けよ。神木の加護。でも妙だな。目的地が石碑の洞窟と全然違う場所。じゃあそっちは何も関係ない場所だ。どうかな。もしかしたら洞窟に行く前に必ず発生するイベントなのかもしれない。とにかく一度そっちに向かって。うん、分かった。しばらくしたらここも観光名所に。何か不思議な気持ちになっちゃう。荘厳なものを前にしているからそんなことを考えちゃうんじゃないか。荘厳。プレミア、君の来たかった場所だ。あの時と一緒。これが加護を受けるか。まだこの段階だとクエストがどういうものか見えてこないね。謎の光る石と加護を受けるっていうのしか情報がないもんな。こうしてお祈りするプレミアちゃんを見ていると、なぜか遠くに行って。それだけ神々しいってことじゃないか。神々しい。でもプレミアちゃんは何をお祈りし、あ、クエストクリアみたい。よし、これでまた お疲れ様。ここでの用は済んだみたいだ。この後はどうする？そうだな、せっかくこうして外に出たわけだし。うん、そうしよっか。プレミアちゃん、まだちょっと行きたいところがあるんだ。私は構いません。じゃあ決定だね。ああ、行こう。ですが、ん？その前にお弁当を食べるという予定が入っています。え？うんうん、大事なことだよな。はい。そうだね。それ、
そうしましょう。結構奥まで続いてるな、この洞窟。アルゴさんにもらってるマップデータを見てみるね。あれ？どうした？今いる場所、アルゴさんからもらったマップよりも外の位置を示し、それっていつの間にか隠し通路に踏み込んでいたってこと？そうかも。前も隠し通路を進んだ先で光る石を見つけたんだよね。つまり今回もプレミアがトリガーになって隠…よし、じゃあ行こうか。 Please let me move. Please let me move. I mean, it's been about 10 minutes of cutscene.Oh, at least it's a fight. Please give me this. This is a fight. Yep, can't get any further without being this finger. Swords out! Oh, no, 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 not for me. That just annihilates the head. あったぞ、例の石だ。やったね。やっぱりこの洞窟はプレミアちゃんのクエストに関連。これで2つ目か。それにしてもこの石は何なんだろう。ねえ、ここの壁に文字が彫られてるよ。おお、クエストのヒントじゃないか。読んでみるね。女神より授かりし力の象徴である6つの聖石。何かの伝承みたいだね。彫られた文字も年季を感じる。6つの聖石、この光る石は全部で女神っていうのも気になるよね。この光る石が女神から授けられたってことは、やっぱり女神というのは、まあ一人しか思い当たらないよな。何か言いたげな表情で私を見るということは、え、もしかしてクエスト NPC としての記憶。お弁当に入っていた果実はみんなより多く食べました。プレミアが女神というのは怪しくなってきたな。笑っているということは、
許すも何も怒ってないから大丈夫。ではなぜ笑っているのか。まあ気にしないで。さて町に帰ろうか。石はい持ちました。それでは帰りましょう。6つの聖石と女神か。それにしても結局あの大きな木への祈りは何だ。今のクエストとつながりがあるようには思えなかった。それを知るためにはプレミアのクエストを進めるしかないよな。Oh my god, Mark put 15 minutes on. Yeah, sure, click that. Might. Wait, what? There must be some, I think, set then. No, I don't care. I know I need the money in the XP, but I just don't care at the moment.Heck is it? As soon as I unmute my recorder, see what the heck is going on. I just get feet. Yeah. Give me one moment. No, I might as well see what the arm. I need to go back to the end for this thing, but now I might as well skip your armor to see what that's. See if anything's good to change for it. Probably not, like, but. Hey, 6つの成績か。そのうちの2つを手に入れたんだよね。でも、まだどういった話なのかは見えてこないんだよな。けど。新しい情報も出てきたじゃない。女神がどうのっていう伝承みたい。それから加護を受けるっていうのもね。加護を受けるっていうのが今回一番の謎なんだよな。どうぞ。祈るクエストは目的地に向かう途中で起きたんですってあれば関係ないってことはないんじゃないかと思うんですけど。何か発生条件を満たすようなことをしたってことはないの。例えばたまたま話しかけた言葉がクエストの女…あの時って何を…確かお弁当はもうちょっと進んでから食べようって話をした。なるほど。となるとプレミアちゃんは早くお弁当を食べたい。絶対違うと思う。弁当を食べたがっていたのは事実だけどな。とにかくクエスト発生のトリガーを引いた覚えがないのは確かだよ。クエスト発生条件は様々なタイプが用意されています。よくあるのは話しかけるタイプですね。他にも指定な場…時間が経ったら発生っていうのもあるよね。時は来たみたいな。時間か。今回の神木に祈るクエストに関してはなんせ神木から結構離れたところ。神木に祈る。確か前にアインクラッドの成り立ちを聞いたし。ああ、アインクラッド創世の物語。うん、そこでも木の話が出てなかったっけ。確か生体獣。まああっちは巫女の話だけどな。
しかも2人いるし。こっちは女神だもんね。女神っつうのはやっぱあれか、プレミアだとは思うんだけど、まだそうだと言い切れる状況。いや、あのクールでツンツンした感じはきっと女神様に違いない。お前の女神に対するイメージって何にしても、今回のことでプレミアちゃんのクエストクリア、いたいけな少女のために俺たちが一発。ずいぶんと気合が入っているわね。だってよ、設定がなくて自分が誰かもわからない子。まあね、それは。おお、待ってろよプレ。思った以上に規模の大きそうなプレ。でもこうしてみんなと。これは勉強大変そうだな。大変も大変。The cutscenes are great in this, but sometimes I'm just wondering all of it. そんなことないよ。勇気頑張っているじゃない。本人が頑張ろうとしなければ教えるわた。そうなの？そうそう。さ、続く。ん？誰か来たの？おい、私だよ。ストレアか。どうぞ。やっほー。今日も勇気はお勉強？頑張ってるよ。ストレアさん、何か。うん、いいこと考えてきたんだ。あのさ、学校には部活っていうのがあるでしょ。やっぱ女子高生なら部活も味わってみたいなって思った。この前の話の続きか。部活っていろいろあるよね。運動系なら陸上とか、文化系なら演劇部や軽音楽部とかね。部活ってどれも楽しそうだよ。それでここでもできる部活はないかなって考えてきたの。ここでもできる部活？それはね、華道部。フィールドにある花を取ってきてフラワーアレンジメントする。店売りの鉢に花のアイテムをポコポコセットすれば。なるほど、それならやれそうだな。でもフラワーアレンジメントって華道部なのか？細かいことは気にしない気にしない。みんな面白そうだね。そうね、私もちょっと。俺はその辺のセンスがあるとは思えないから。やってみなくちゃわからないよ。だから、まあやる分には。よし決定。それじゃあ部長。そう、部長。うん、部長。みんなをまとめてくれる人。いや、それはわかるけど、なんで俺？私はぴったりだと思うけどな。そうだね、僕たちを引っ張っていってよ、部長。まあいいか。それじゃあ、部員のみんな。おー。Oh, please do not put me outside the end. Please do not put me outside the end. こっちはもう十分に。僕の方もすごく綺麗だね。いい香り。よし、それじゃあ早速フラワーアレン。うん、それじゃあ買ってきた鉢。どの花を使おうか迷っちゃうね。大丈夫、こういうのはひらめきだよ。難しく考えないで、まずは思いのままにやってみた方がいいかも。うんうん、なるほど。よし、頑張るぞ。みんな、できたか？できたにはできたけど。私も完成したよ。俺も一応。じゃあまずは部長が作ったのから見てみよう。いざ公開するとなると緊張するな。どれどれ。あ、可愛いじゃない。自信。小さい花が可愛らしいね。可憐な少女って感じだよね。
女の子らしいと言われて素直に喜んで、で、ユキはどんな感じだ？僕のはなんだかよくわかんない形になっちゃって。おお、確かに独創的だな。真ん中に全部収めた。でも賑やかで楽しい感じがする。あ、わかる。そこは自信があったんだよね。勇気って感じが出てるね。アスナのはどんな感じ？って、わあ、すごい綺麗。Well, I've been doing enough. What happens if I skip the ink? Being had hands on. 本当だ。知識がないから褒める言葉がわからないけど、なんというか。すごく値段が高そう。どんな評価よそれ。どうしたらこんなに綺麗にできるのかな。私もできた。お、ストレアはどんな風に作ったんだ。えへへ、じゃーん。これはなんというか、あらゆることが突き抜けてるね。同じ花を使っているはずなのに。でもここにある花では表現しきれないような。ストレア、この花のテーマは。わかんないかな。わあ、sorry guys, BRB.